小田急8000型電車は、小田急電鉄、小田急が1982年、昭和57年から1987年、昭和62年まで導入を行った通勤車両である。輸送力増強と通勤車両の大型化のため、各駅停車から急行にまで運用可能な汎用通勤車両として登場した。9 0系以来約十一年ぶりのモデルチェンジが行われ、 1982年、昭和57年から1987年、昭和62年までの間に4両固定編成と6両固定編成が、各16編成ずつ、合計160両が製造された。2002年から、車体修理が開始され、2003年、平成15年以降は、VVVF インバータ制御方式への改造も、合わせて進められている。小田急では、 編成表記の際には、新宿より先頭車両の車両番号、新宿型の車号、両数という表記を使用しているため、本校もそれに習い、特定の編成を表記する際には、80524、8257のように表記する。特定の車両については、車両番号から、デハ8100番台などのように表記する。小田急で1969年から、 大型通勤車両として導入が継続されていた5000型は13年間の増備によって1982年までに合計180両が製造され車両運用や保守の面から見て適正な車両数となったこの間に進歩した鉄道車両の技術動向を踏まえ次世代の車両を開発するという機運が生じ省エネルギー保守の容易化 超寿命化を主眼とした車両を開発することになった。2600型は各駅停車用の車両として、5000型は急行用の車両として製造された車両であったが、新型通勤車両は各駅停車、準急、急行のいずれの種別にも使用可能な仕様とすることとした。また、高性能車の多形式と相互に連結可能とした上で、 箱根登山船への直通運転も可能な仕様とすることになった。このような条件を踏まえた開発、設計が行われ、登場したのが8000系である。本説では、登場当時の仕様を基本として、増備途上での変更点を個別に記述する。更新による変更については、遠隔で講述する。8000型は、 全長20メートルの車両による4両固定編成と6両固定編成が製造された。形式は、先頭車が制御車の区派8050型で、中間車は電動車のデ派8000系である。車両番号については、端末の編成表を参照のこと。先頭車、中間車とも車体長19500ミリメートル、全長2万ミリメートルで、 車体幅は 2900mm の全金属製車体である。外板は厚さ 3.2mm の耐食性鋼板を採用した。腐食防止対策の観点から屋根と雨どいの部分には全面的に厚さ 1mm のステンレス板を採用し、床板もステンレス製のキーストンプレートとしたほか、側張りの溶接はそれまでのスポット溶接からとっ当て全周溶接に変更した。 また、台枠については、それまでの小田急の車両では、台車の心皿部分が、凸型となった構造であったが、8000型では、平台枠に変更し、台車ボルスタ部分と、車体中心部を個別に製作した上で溶接する、方式とした。正面は、大型曲面ガラスを用いたスケルトン構造とし、 窓周りの柱を黒色とすることによって大きな一枚窓のような感覚を与えるものとする。一方で安全対策上から貫通扉を残し、貫通路脇には手すりを設置した。行き先表示器、種別表示器や通過灯などは全面ガラス内に収められている。全小灯と尾灯については角型で一体化したものを運転席、助手席の倉庫に配置した。 側面客用扉は4箇所で、いずれも 1300mm 幅の両開き扉である。なお、乗務員室の奥行きが5200型より約 100mm 広くなったことから、乗務員室直後の戸袋クロ設置は省略されている。落成当初は正面貫通扉に青帯が回り込んでいないデザインであったが、報道発表時点で貫通扉にも青帯が入ったものに改められている。 側面窓は、旧線型では一段加工窓としていたが、加工窓の特性から、雨水が車体内部に入り込み、防錆対策を行っても、腐食の進行が見られた。この経験から、8線型では、側窓と水受けを完全に一体としたアルミニウム製、ユニット窓とすることで完全防水化を図った。水受けに溜まった水は、水抜きパイプで、車体外部に排出される。 窓そのものはサッシレスタイプとして走行中の窓枠接触音の解消を図った。車体に直接ユニット窓を取り付け、境界部分はシール材でカバーする方法とし、側面総外周にはアルミの縁取りがされた状態になった。車両間の貫通路は1900型から5200型まで続いた広幅貫通路ではなく 800mm 幅の 強幅貫通路とし、保安度と空調効果の向上という目的で全車両に片引き式の仕切り扉を設置した。つま面の窓は固定式である。座席はすべてロングシートで、客用扉間に7人掛け、客用扉と連結面の間には4人掛けの座席が配置される車内レイアウトや定員は5000型と同じである。室内の配色は、座席のモケットは、 青色としたのは5000型と同様であるが、側壁はライトグリーン系の色を使用した模様入りのアルミでコラー割とした。1987年に増備された8064、4.8065、4.8066、4.8266、6の4編成については、座席のモケットをワインレッドに変更し、車内化粧板もホワイトベージュ基調に、床もグリーンからグレーに変更された。 この基本配色は、同年に登場する1000型に引き継がれることになる。小田急ではすでに2600型と9000型において、電力回生ブレーキを採用していたが、高速域からの電力回生制御についても、技術の進歩があったことや、その後全線にわたり十分な回生負荷が見込まれ、ようになったことを踏まえ、新型車両では、電力回生ブレーキを採用することとした。電力効果は、 電気子直波制御の方が優れていたが、経済効果が早く現れることから発生型では、境、自貯制御を採用することになった。主電動機は、出力百四十キロワットの副管制粒子、電動機である三菱電気製メガバイトマイナス三千二百八十2 a c 型が採用された。開示直波用の副管電動機では、直巻開時と分巻開時の二つを有する構造で、 分巻きコイルが大きくなることから、主電動機の枠も大きくなるため、それまでの丸型電動機では、台車枠のスペースに収まらなくなる。このため、スペースを有効に活用することが可能な、角型形状とすることによって、狂気用台車への偽装を可能とした。制御装置については、堺自直波制御方式の三菱電気製海 CM-148 から 15MRH を採用した。 この制御装置では、ゲートターンをフサ立リた阻素子、G テを素子を採用し、回路の簡略化と同時に装置自体の小型化を図った。抵抗制御の段数は、直列13段、並列10段であり、改正制動の段数は13段である。駆動方式は WN ドライブで、波数比は85,16イコール5.31とした。制装置、ブレーキは、 大荷重機構付け電力改正制度併用の HSCR 型電磁直通ブレーキが採用された。改正制度を有効に活用しつつ、所定の制動力を保つため、改正制度と空気制度の総合値が常に最適値となるようにアナログ演算を行うようにしたが、これは HSCD 型制度装置の電気制度、空気制度の切り替えを行う箇所を空圧による、 比較演算を行う、方式空気演算機能に置き換えたものである。そもそも即改正制度が執行した際には、自動的にそもそも即空気制度に切り替わり、安定した制度力が得られる機能としている。訴えは、電動車が、住友金属工業製、FS516、制御車は、住友金属工業製、FS016 である。いずれも、 車輪径は 860mm で基礎制度装置をシングル式、片押し式とした2200型から採用実績のあるアルストムリンク式空気バネ台車である。空気バネには低型スミライドを採用したほか常時加圧方式の踏みずら清掃装置が設けられた。終電装置、パンタグラフは p t 二百十二 s a m 型終電装置を採用し、 4両固定編成でのすべての電動車と6両固定編成のうちデハ8300番台、デハ8400番台、デハ8500番台の車両に搭載した。冷房装置については、省電力型ロータリーコンプレッサーを使用した1500キロカロリー、H の能力を有する CU-195、A 型集約分散式冷房装置を1両あたり4台搭載し、 冷房規制、カバーを2台連続型とした。1986年以降の増備車両では、冷房装置は CU-195A 型に変更された。補助送風装置は、ラインフローファンで、長手方向の配置にしたため、5000系、9000型とは、室内の天井の見つけが大きく変更された。補助電源装置は、6両固定編成では8258、 6の編成までは1 4 9区場の CLG-350A 型ブラシレス電動発電機 MG を82596以降の編成では1 4 9区場の BS-483J 型静止系インバータ SIV をデファ8200番台、デファ8400番台の車両に搭載したが4両固定編成では 当初より99馬の BS-483G 型静止系インバータ、SIV をデファ8000番台、クハ8050番台の車両に搭載した。乗務員室は前後方向に 100mm 拡張され、部品は極力埋め込み式の取り付け方法とすることで、室内空間を広くすることを図ったほか、運転台の軽基板パネルは取り外し可能なユニット式とした。 また、ランプ類は発光ダイオード、LED 使用によって、長寿命化を図った。都兵装置には、それまでの車両が床置き式だったものをカモイ設置に変更し、短気筒複動式のものとした。1983年3月22日のダイヤ改正より運用を開始し、1983年度中に6両固定編成、6編成が製造された。 82516は運用開始からしばらくの間は車内で懐かしの小田急沿線写真展を行い小田急沿線懐かしの写真展号というヘッドマーク特殊運番も検出されたまた同年8月には小田急百貨店で鉄道展が行われるのに伴い825562鉄道展のヘッドマークを検出して運行した 1984年には4両固定編成3、編成と6両固定編成2編成が増備されたが、このうち8052、4と8257、6については製造当初より特別な塗装が施されたイベント電車として入選した。この塗装デザインは白を地色としてオレンジ、レッド、イエロー、マルーンの3色を海岸上の塗り分けとしたもので、 白は8000系登場時点での一般車。オレンジレッドは3000系 SE 車以降の特急職。イエローは戦後間もない頃の特急職。マルーンは戦前の車両職から取ったもので、小田急の歴史を表現したものである。80524は同年4月17日から82576は同年5月9日から営業運転を開始した。当初は 走るギャラリーというヘッドマークを掲出していたが、その後、愛称が一般公募され、同年7月1日から、ポケット号という愛称となった。1987年に、向ヶ丘遊園で、ラン、世界大白ラン会が開催されることを記念して、1986年10月から11月に、かけて80544.80554.8253。 6.82626の4編成に対して5色のカラーストライプが施された。車両の側面幕板には、博覧会のシンボルマークと共に、ラン、世界大博覧会と記され、オーキッド号として運行された。博覧会終了後の1987年3月下旬には、幕板の文字だけを消し、フラワートレインとして1987年6月まで運行された。 これらの4編成に対しては、その後も、イベントカーとして、側扉のガラスに、テッカーが貼られていた。なお、ポケット号については、1987年4月に8,257,6が、同年8月には8,052 4が標準色に、戻されている。この間の1987年1月、踏切事故により 3,000KSE 車が1位。 編成使用不能になった。3100系 S 車と7000系 l ス車が各一、編成ずつ工場に入場していた時期だったため、特急車が不足し、1月24日25日の相模の一部列車を8000型で運行する事態になった。この時は、種別幕は臨時と表示し、特急料金は不要だった。ただし、この特急運用については、移設があり、 8263編成が、重当されている画像も残されていることから、雑誌の記載が正しいのか、疑問もある。1997年3月から6月にかけて、向こうが丘遊園で、イベント、ウルトラマンワールドが開催されることに合わせ、4月から6月にかけて80544.80554.82536.82626の4編成に対して、 正面の全消灯下と車段部を除く側面、飛袋窓上部に、ウルトラマンワールドブースカランドのステッカーが重付された。また、同年からは、座席のセミバケット化が開始された。2002年11月には、小田急百貨店、開店40周年記念として、80544.8055、4.82536.82626 80の、 4編成に対して小田急百貨店の放送紙と同様のデザインが車体側面に施された。2002年度からは車体修理による更新が開始された。2002年度に更新されたのは82516.82556の2編成で、車体、外反、屋根、床板、扉の修繕は一旦塗装を剥離して修繕後に再塗装し、配管。 配線の補修、電動空気圧縮機のレシプロ式から低層音系のスクロール式への交換、補助電源装置の静止系インバータへの交換が行われた。また、種別、行き先の表示装置は LED 化されたほか、通過表示灯が撤去され、側面窓は UV カットガラスとした上でカーテンは省略されたほか、車側灯、微灯の LED 化が行われた。終電装置は、 シングルアーム式に変更されたほか、滑走防止装置が設置された。内装についても、化粧板、床材をすべて張り替えた上で、バケットシートへの交換が行われたほか、7人掛け、座席には、手すりが設けられた。また、各扉の上部にドアチャイムと LED スクロール式、案内表示装置が設置され、吊り革を新製品、丸型三角形に交換した。先頭車には、 車椅子スペースと収納式座席の設置が行われた、ほか、客室の非常通報装置を警報式から乗務員と通話可能な対話式に変更された。客用、ドアガラスについては、押さえ、金具を室内側より、車外からの指示に変更し、ドアガラスの客室側を平滑化した。運転台には、モニター装置が新設されたほか、自動放送装置が設置された。また、 景気版右端に非常通報時報器を新設した。ただし、この2編成の制御装置については、機器の更新はを行われたものの境地直波制御のままであった。2003年度に更新された 8254?6 以降は、車体についてはそれまでと同様の更新内容であったが、制御装置を IPM、VVVF インバータ制御、ベクトル制御、 純電気ブレーキ対応へ変更し、ブレーキ装置も電気指令式に変更された。機器については3000計算自社と共通の機器が用いられており、1台の制御装置で4機の種、電動機を制御する単位を1軍とし、デハ8300番台にはこれを2軍で一つの機器とした、三菱電機製のマップ -198 から15、V-115A 型。 デハ8500番台には一軍で一つの機器とした、三菱電機製のマップ -198 から 15V-116A 型が採用された。主電動機は、出力1 9 0キロワットの三菱電機製メガバイト -5102A 型で、デハ8200番台、デハ8300番台、デハ8500番台の車両に4機ずつ搭載した。 波数比は97.16イコール6.06となった。デハ8400番台は、電装解除され、新形式として、サハパス1050系、サハパス1450番台が登場した。付随車化された車両は、元の車両番号の下二桁に50をプラスし、同号車のパンタグラフを撤去したほか、台車は FS516T 型となった。両先頭車、 付随車には車輪の滑走を防止する滑走防止装置が設置された。電気指令式ブレーキへの変更に伴い、運転台はデスクタイプとなり、主管制御機も左手操作式、ワンハンドル式に変更され、モニタ装置は前年度車より機能を追加した上で表示機を運転台系基板に収めしたが、TIS は搭載していない。また、 区千8250番台にはブレーキ読み替え装置が設置された。運転台正面ガラス車高パネルをカーテンに変更。ワイパーは黒色の電動式に変更した。また、車掌用非常、ブレーキスイッチは引き紐式から電気スイッチ式に変更した。客室では優先席部の二棚高さと吊り革高さを低下させ、合わせて一般席部の吊り革高さも低下させた。 床面の主電動機点検用トラップドアは、主電動機の交流化に伴い廃止した。2004年度に更新された82576からは、区ハ8250番台の96、新電気連結機の元に36、新電気連結機を設置したほか、DATSP 装置の搭載が開始された。2005年度に更新された82596、 カラワと閉会所スイッチが設置された。その次に更新された82536からは、左手操作式、ワンハンドルマスコンの形状変更と優先席へのスタンションポールが追加設置された。その次に更新された82526からは、種別、行き先の表示装置はフルカラー LED 化された。2006年度で最後に更新した82666からは、 空気圧縮機の形式が変更された、m ブ 1100T-1K。2007年度に更新された8266からは、内装については7人がけ座席の手すりを2本とし、優先席付近を単行色の内装と青色の床材に変更するほか、出入り口の床材を黄色化や一部の釣り革高さを 50mm、低くするなど、 4000平の衣装を取り入れた仕様に変更した。その次に更新された82646からは、主電動機も4000型と同様の全、密閉式電動機である三菱電気製メガバイト -123A 型に変更されたほか、車体側面の、o アという切り抜き文字が撤去されるようになった。また、80514を皮切りに、この年度からは4両固定編成の更新も、 開始された。更新内容は6両固定編成と同様であるが、2008年のダイヤ改正以降は分割、併合の回数が大幅に減少し、連結する編成を電気指令式ブレーキ使用車両に限定することが可能となることから、4両固定編成ではブレーキ読み替え装置は設置されていない。4両編成の制御装置は6両編成更新車と共通であるが、 ソフトウェアを全密閉種電動機に対応したものへ変更した。モニタ装置については、並結相手となる3車種の6両編成へ対応するため、TIS、列車管理システム搭載者、モニタ装置、列車情報監視装置搭載者、モニタ非搭載者に対応できるものとなっている。TIS 搭載者とは並結用に電像読み替え装置があり、TIS モニタ間で機器の一括指令が可能となっている。 なお、静止系インバータは5000系の廃車発生品が流用されることになった。2008年に更新された8263-6からは、種別、行き先の表示装置の書体が、明朝からだからゴシック体に変更されたほか、各戦闘車両の台車に滑走防止装置が設置された。2008年度で最後に更新された8054。 4から枠破8050系の車椅子スペース部の折りたたみ座席を廃止した。また、各中間車の優先席位置を新宿よりから小田原より車端部に変更した。2009年度の82656を最後に6両固定編成の更新は終了した。なお、2009年度に更新された車両からは4両編成は新宿型6両編成は 小田原ら方の車椅子スペース部に車椅子スロープ板、収納、スペーを設置した。2011年度に更新された8063、4では区波8063のみ室内等に、川中車両テクノ製の LED 照明を、試行。8066、4では区波8066のみ、東芝ライテック製の LED 照明を試行した。その後、 2012年度に更新された8055-4では、川重車両テクノ製の LED 照明を、8064.80624では、東芝ライテック製の LED 照明を、本格採用した。2013年度に更新された8061-4、8059-4をもって、全編成の更新が完了した。 なお、2013年度に更新した80614.8059-4では、従来の IPM 素子を使用した VVVF インバータ2レベルから、試験的にハイブリッドシックシリコンカーバイトモジュールを使用した VVVF インバータ3レベル三菱電機製に変更した。シック素子の採用は、試験的なものであるため、システム自体は、 VVVF インバータのみの変更としており、主電動機は2007年度以降の更新車で、採用した全密閉式電動機を使用している。シックモジュール素子の採用により、装置筐体、重量ともに約40%減少しており、大幅な小型軽量化が図られている。編成重量は0.7トン、約7 0 0ラム減少している。シックモジュールの低損失。 高温動作特性により、立候電力量の減少と回生ブレーキ力が高められており、従来の IPM 阻止方式よりも約15%の消費電力削減が図られている。この試験結果は2014年度よりリニューアルを開始している線型に反映、採用される。登場当時の6両編成。電動車4両、制御車2両の 4M2T 編成。 この形態で現存するのは、初期更新車の82516と82556の2本である。VVVF インバータ制御に変更された6両、編成。電動車、制御車を含む付随車とも3両ずつの 3M3T 編成。4両固定編成は、VVVF インバータ制御に変更された後も、電動車、 制御者とも2両ずつの 2M2T 編成のままである。なお、2013年度に更新した8061、4、8059、4では VVVF がシックになったため編成重量が0.7トン減少している。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。